どうもこんばんばはクニオですさあ本日お届けしないわけにはいきませんね井上、えー、イ,ノウエレイジュースジュース加入先ほどねポップミュージック好きって言ってよう発売記念無観客ミニライブ配信拝見しておりまして最後笑顔でとも子何出すのかと思ったら 井上ニ加入とまあこれあの簡単に説明しますよ <laughs> 偉そうだけどあのねこれはもう今日語らないわけにいかないからそもそもなんですけどまあつ椿僕ちょっと説も考えたんですけどまあこれ上から言ったらアンジュルム加入がまあ一番可能性あったんじゃないかなっていうのは 単純に技術面ののところの不足ですよね。そういうとこを入れるんだったら井上レイが手っ取り早いただし助っ人だと。でジュースジュースまあ戦力面足りてんだけど単純にこの紫がなくなるわけですよかりんが、えー、抜けることによってね。それで以降は簡単に見えるんだけど、うん、まあパワーバランスで言ったらすごくジュースに集中するよなっていうことの懸念をまあ 持っていたんですよでもう一つはソロっていうね路線もあったと思うけどまあソロはないだろうなと、まあ、それは過去にやってきてないから彼女がもし25歳とかそういうことだったら話別だったかもしれません。ででも18歳ですからレレイレイはねだからこういうことでまあ僕にとしては2番目の想像が当たったということになりますけどまあこれはでも誰でも想像できたラインだが。 いざ決まってみるとまあこの後どうなるかみたいな話そういうのをしていきますよちょっとお付き合い願えればと思いますまずねあのもう何でかって言ったらさっき言ったみたいにああちょっとここのグループにここまで入っちゃったらあれもうローテーションローテーションするしかねえなって話なんですけど、まあ、それもおかしいんだけど。<laughs> す,すごいことになりましたよ。うん、ジュースジュース集中型ですよね。これはどうしようね。でまあまあまあ俺の話はいいや。えー、井上レイがジュースジュースに入ったらどういうふうな化学反応が起こるかということもう読める範囲バンバンバンといきましょう。まずね、じゃあこれまあ 3, つ3ついきましょうかね。3つバンといきましょう。1つは、レイレイが持っている技術って全然ジュースジュースって使えるんですけど、 これねじゃあかりんの代わりっていうと全然かりんと球がもう右ピッチャーと左ピッチャーぐらい違うんですよ軌道が違うんですよでこれはどう強いて言えばトモコなのよあのパート的になんつうの埋めるは変だけどっていうことはどういうことかっていったらカラーだけかりんを継承する可能性が高いけど ポジション的にはともこのもう先回りってことっすね。で、仮り埋めるんだったらマナカんの方がまだいいもん。それかまあ、ゆめちゃんにするのかもしれないけど、これちょっと誰かから聞いた話ですけど、ジュースは8人体制でやっていくのを一つのなんか型にするということで、かりんが抜けるっていう段階で、もう去年でしょうね。で、こぶしがっていう、 ことの時に交渉成立ししてたんでしょうねまあそういうことでジュースジュースで井上レイが入っていくということは、まあ、僕はあのりんの穴埋めというよりトモ子が抜けたあとへの伏線というように、えー、取れてしまいます。まずこれが1つですで2つ目井上レイという存在をどういうふうにジュースジュースで生かしていくかなんですけどこれね ジュースジュースは意外と外様ブランドを自分の手に入れていくこの路線取ってるなってことがこれで明らかになりましたねまあ稲葉真中しかりですしまあ俺柳川七海もそうだと言っていいと思いますけどねあの確実にこの子今入れたらエース級クリーンアップいけるなを入れてきますね。 これもうあの確定ですよ、ね、なまあレイレイの場合だとこぶし組の皆さんがもうこれは当時のカントリーの時と似てると思いますあのベリーでがっつり押してた皆さん連中がまあある一定数ですけどカントリーに流れたでジュースはそれとは違うと思うかもしれないけどこれ行き場のないこぶし組はジュースだってこなざるを得ないじゃないですか。 そう,そうなるはずですよ。様子見だけでも絶対きますよ。っていうことはジュースに、あの、し言ったんっすよな、一極集中型みたいなのがあの、一時的にでも起きますよね。これ、俺、これを避けるんじゃないかなと思って、アンジュースの線がちょっとワンランク強かったんだけど、ホールコンもいっぱいあったしね。でも、ジュースですから、これはそんなのも関係ないと。 ジュースはもう専門職バリバリの4番集めるやるぜということでしょうなんかねここだけ巨人っぽいんだけどね <laughs> 一時期の巨人っぽいね今の巨人そういうことしないからソフトバンクぐらいな感じかまぁ、あ、ちょっと間違いそうだからこの辺にしましょうそれはでまあまあこれですよこれが2つ目ですよでじゃあ3つ目皆さんお忘れかもしれませんけど あのいレイレイが持っているのはも,もう何て言うのボイパー忘れてねえよねボイパーとかアカペラがあるじゃないですか俺その面でジュースってもちろんできたんだけどこれを拳に振ってたわけですよ。でジュースはそういうなんていうか色物と言ったら失礼だけど歌って踊る以外のものって極力やってこなかったはずなんですね。だからこれを機に なんかアカペラシフトしたり下手したらポールダンスポールダンスはもう急ュで来れてっか分かんないけどなんかねその雑技団的なところにいよいよ手を出すんじゃないのかとこれもうちょっとあのディスってないからねあのそういうものに手を出すんじゃ伏線なんじゃないかなんていうのちょっと思っちゃいますね。 まあそ例えばジダンダダンスとかでやっていた路線のところのもう一個突っ込んだとこって言うんですかねわかんないわかんないですけどね。だって今やれそうなのいないもん。今アンジュにそれやらしたらちょっと自虐行為じゃないですか。アンジュのファンの皆さんそれは本当にディスってないですよ。でもそういうことですよ。自虐行為に移るんですよ。これはねそういうような未来をドドドンと浮かべました。じゃあなぜ えーとレイレイを入れてジュースジュースはあのー、今の状態ってのを保っていこうとしたかっていうところ僕それぐらい仮に抜けるのが大きいっていう判断だったと思いますねその場だけでしのげるけどまああとはさっき言った回ですよ声の部分っすよっていうのはとも子パートだと思うねでもこれさ皆さん 思い,思いませんかハローのこの状態で今無観客が続く中でこれウラジオルレディはいかないんだろうけどねい,いつから参加はまだ言ってないですもんねこれねやる手打つ手と言ったら後手後手に回らないようにあとジュースをちゃんと見てくれてたってことだと思うないがしろにしなかったってことだと思うそれぐらいちょっと うん、これジュースジュースがズドンですよまあな,なぜこれで心理状況きついんすよ何人もいますよ実はあのー、拳とジュースを牽引し牽引用し牽引用って言い方変だねあでも牽引、まあ、でしょねそ,それしてて生きづらいでしょうね このままの接触的なのが続くんであれば、むしろこのリモートワーク的な <laughs> あのハローチの活動の方があのやりやすい方多いかもしれないですね。その接触のありきの誰押しありきのお高つ的な部分ですよ。まあただ面白くなるっていう方で撮りたいっすね。これかりん カリンだからソロとのこれ掛け合いですよ。カリン・ソロレイレイソロのダブルはやれないってことですよね。カリンはソロで面倒見るけどその分レイレイにした段階で交渉があってジュースっていうことだった。で誰もが最初はジュースいや待てよって思った人事ということですよね。でも俺ちょっと困るなこれな。<laughs> これ困るなまあでもいいかねなんか仮りだけのことを考えれば肩の荷がちょっと降りた降りちゃいねえかもしんないけどまあちょっと軽減ですよでとものから考えても軽減でそうなるとさゆきの動きが気になるという連鎖反応ですねこれ嫌ですねハロー立って常にその 今日もだって俺一番気にしてたのは『レイレイ』加入もまああったけどとも子が辞めるって言い出さないかだもんね。なんかいてほしいからね。うんこれは激動始まりの扉開いたってことですね。ああじゃあまあまあ今日のこの本当はね岸ンのやつ撮ろうと思ってたんで。 ちょっと間に合ったりしたらまたちょっと一回出かけてこなきゃいけなくてあの戻ってこれたらねやってみようっていうことですよであとはねあと数時間経ったらこれが今8時前7時半ぐらいに撮ってるんであの4月1日の嘘でしたっていうあそこまで嘘じゃないって言ったのに嘘でしたなんていうね誰も得しないやつそうじゃないきゃいいっすねってことですじゃあそんな感じで4月1日 世の中はエイプリルフールと言っておりますけどもなるべくそういうライアーのものがないような一日であったらいいななんて思っている夜でございますでは皆さん引き続き平日の夜お楽しみくださいそれじゃあね